こんにちは。今日は銀座のホステスさんの恋愛事情というテーマでお話ししたいと思います。インスタグラムで質問箱をよくするんですけども、いろんな質問をいただきます。私は今結婚しているっていうことをね、公表しているので、いろんなね、恋愛の質問が飛んでくるんですけども、その中でどうやって旦那さんに出会ったんですかとか、馴れ初めとか、あとお客様と実際付き合ってる女性はいますかとか、恋愛対象に入りますかみたいな、広い意味でいろんな質問をいただくことがあります。でそれでこういうね、恋愛事情、ホステスさんってこういう方多いかもとか、こういう人もいるかもみたいなお話を今回ざっくばらんにできたらと思っております。でまずホステスさんとお客様が恋愛するかどうかっていうのはあると思います。もちろん独身のお客様いらっしゃるし、実際結構結婚したいってお客様結構いらっしゃるんですよ。そういう風に、いろんな出会いを求めていらっしゃる方もたくさんいらっしゃるので、いい方がいれば、お互い独身ならね、結婚っていう選択肢もありかなと思います。今まで5年半お店をやってきて、たくさんの女性が卒業していったり、他に移ったり引退したり、いろんな女性がいたんですけども、結婚して寿で辞めた女の子もちょこちょこいらっしゃいます。辞める時に私に、私結婚します、さよならっていう人はなかなかいないんですけども、でも あの子なんか結婚するみたいな、辞めるみたいだよみたいな話は割と聞こえてきます。でも本人に聞くことはないんですけども、あ、結婚したんだなっていう、なんとなくね、こうインスタで見たりとか、そういう風なのは、ちょこちょこっとあるかなという感じです。じゃあどういうところで恋愛に発展していくかっていうのを考えてみたんですけども、お客様だった場合は、やっぱお店で最初出会いますよね。で、食事したり同伴したり、アフターもあったらアフター行ったりとか、そういう風に長く時間を過ごしていく間に、この人っていい人だなとか、この人彼女いないんだなとか、そういうお互いの話とかをちょっと積み重ねていって、いい人かなと思うと自然に付き合ったり、そういう発展していくのかなって思います。お店の中で口説く人って意外といないんですよ。だってね、お店って、会話がね、隣の席にも聞こえちゃうし、1対1じゃなくてホステスさんも何人か1対2とかで座ってるんで、そこで付き合ってとか、なんかどこ休みに行こうっていう方ほとんどいなくて、大体はアフターとかかな、それか2人っきりの、ほんとこう誰もいない時とかにいう方はたまにいらっしゃいます。それでもさすがにね、出会ってすぐの人と休みの日出かける人ってなかなかいないと思うんですよ。何度かお店に来ていただいて、でいいなって思う方とは休みの日に、例えば一緒にね、映画行ったりとか、ゴルフ行ったりとかね、そういう風に仲が深まっていくのかなと思います。お客様と付き合ってない子もいます。それは私にわざわざ彼氏いますっていう方はほんと少ないんですけども、大体これも話が聞こえてきて、なんとかちゃんってずっと付き合ってる彼氏がいるみたいだよとか、なんとかちゃんって、一緒に住んでる人がいるみたいだよみたいなお話は聞こえてきます。プライベートなことなんでね、正直聞きたくもないし知りたくもないんで、そういう厄介なことはなるべく私は聞かないようにしてるんですけども、いそうだなーっていう子も中にはちらほらいます。ただ彼氏がいない人も結構いると思うんですよ。私ママになる前はずっと彼氏いなかったので、20代に付き合った人って多分いなかったと思うんですよね。それは仲いい人とかいましたけど、でそういうこの人将来結婚したいみたいなね、相手がいなかったので、もうホステスさんって仕事忙しいから、みんな彼氏がいないもんだと思ってました。休みの日に一緒に同僚と遊びに行くこともなかったし、これは昔もねノートに書きましたが、すごくストイックだったので、みんな自分と一緒で、彼氏もいなくずっと仕事してる子ばっかりなのかな、出会いもないしなっていうふうには思っておりました。本当に彼氏いない子と彼氏がいる子は半々ぐらいかなと思っております。ではどういう男性がモテるか考えてみたんですけども、やっぱりしつこい男性はダメですね。もうこれは本当に言えるんですけども、ガンガン口説いてくれる人ほどモテないですね。例えばこれ本当にあった例なんですけども、アフターに行きました。で何時に解散したのって聞いたら5時でした。バーに行って5時までって言ったら、もう4時間ずっと今日一緒に帰ろう、付き合って一緒に帰ろうっていう話を4時間エンドレスでされましたっていう子がいて、うわすごい精神的にきついねって話になりました。これってもう無理じゃないですか。その日のうちの最初、例えばね、今日一緒に帰ろう、付き合ってって言って、もうそこでノーなら、絶対引いた方がいいですね。あ、分かった、じゃあまた、仲良くなったらよろしくねみたいな感じで引いたらいいんですけど、その方やっぱね、お酒が入ってると思うんで、エンドレスでね、もう言う人がいるんですよ。で多分こういうのって昔に成功した
体験があるからやるんですね。大体の女性はわーこの人早く帰ってくれないかな、しんどーとかって思うんですけど、中に根負けしてもういっかってなる人も多分いるんですよ。100人に1人か50人に1人か分かんないんですけど、だからそういう風にする人がいると思うんですね。100人に1人にモテるよりやっぱり2人に1人ぐらいモテたいじゃないですか、せっかくだったらだからスマートさは非常に大事かなと思います。会うたびに口説くのって女性からしたら重いなっていう風になるんですよね。だから気に入ってくれてるだろうなって思っててもそれをあえて言わない、口説かない人の方が確実に夜の世界ではモテてるかなと思います。あと実際にあったパターンなんですけども、男性のお客様が、その女の子と、出会って、本当お店には1回とか2回しか来てなくて、プライベートで付き合うことになって、お店にはお客様呼んでないっていう女の子も、中にはいましたね。だからそういう場合もあるんだなって思います。ただこれ結構ねレアケースですよ。どっちかっていうとやっぱりホステスさんって拘束時間が長くて夜会えないので、私だったらなるべくお店に会いに来てほしいんですよ。付き合いたいなって思う方が1ヶ月に1回しか会えないとか、もうその人も忙しすぎて全然会えないっていうんだったら、あー私毎日出勤してるし毎日仕事中心だからこの人とはきっと時間があんまり過ごせないなーってこう結構考えちゃうので、できれば最初のうちだけでもね1ヶ月に5、6回とか会える方の方がいいんじゃないかなって思います。本業でやってるホステスさんはもう週5日お店に拘束されてるので、もうそのお店の時間8時1時ってみんなが遊びに行ったり映画見たり、そうやって食事したりデートする時間を全て仕事に捧げてるので、なるべくお店で会える人っていうのがプロのホステスさんはそういう方が条件になってくるんじゃないかなと思います。週3出勤とか休みが平日にある女の子だとお互いの休みを合わせて出かけることもできるんですけど、本業のホステスさんは平日全然会えない、お店に来てくれないってなるとあまり恋愛関係がね発展しないんじゃないかなと思っております。あとモテない男性のパターンなんですけども、さっきの話に結構似てて、まずお店で出会いました。でお店に行かずに休みの日今度会おうよっていうパターンですね。もうそれ本当一番やめた方がいいと思います。もうさすがにママになると言われることまあないんですけども、ホステスさんがね仕事で同伴しなければいけないので今度お食事連れてってくださいで LINE するじゃないですか。でそしたら男性もいいよいつ行く、休みの日教えてっていう LINE 返ってくるともうさーっと興ざめしますね。休みの日の食事じゃなくて、まずは女の子は仕事で顔を去ってくれないと、もうそっからね印象は上がっていきません。いきなりお店で会って外で会おうとかになると、もうこの人何も私のこと理解してくれないな、私の仕事分かってないねみたいな感じで思うことが普通じゃないかなと思います。すると恋愛対象からは外れていきますよね。女性っていうのはね察してほしい生き物ですし、そうやってねなんか自分の話を聞いてもらいたい生き物なので、なるべく自分側に寄り添ってくれそうな男性の方が最初はいいんじゃないかなと思います。仲良くなればね別に休みの日にご飯行こうがどっか出かけようが全然いいんですけども、お店でやってもうお店では行かないけど休みの日だったら会えるみたいな連絡になると興ざめしてしまうかなと思っております。あとはお店での振る舞い方、お店では別に普通に飲んでいただくだけで特別なことは何も必要ないんですけども、怒ったりとか自分が好きな子以外に冷たい男性がたまにいるんですよ。それは絶対にモテないと思います。例えばね気に入ってる女の子がいて同伴するじゃないですか。でその同伴した女の子が他にたくさんリクエストかぶっていて他の席に行かなければいけない、でそういう時についてくれてヘルプの女の子に対して塩対応のお客様がたまーにいらっしゃいます。いや僕あの子としか話さないからとか、仕事するからこの席座んなくていいよとか、ほんとそういう方いらっしゃるんですよ。かといってお店側からしたらお客様一人にはさせておけないので、絶対誰か座ってもらわなきゃいけないんですよ。他の席から見てあの席お客様一人でずっとパソコンしてるなってのまずいので、なるべく自分がいない時でも他の女の子に優しくしてくれたりとか、最低限の会話とかね、そういう風にコミュニケーション取れて、いろんな人からあのお客さんめっちゃいい人だよねぐらいの感じの方が好印象になるのかなと思っております。ということで今回は恋愛に発展するパターンはどんなパターンかなというのを考えながら恋愛事情についてお話ししました。結構普通じゃないですか。なんか普通にいいなって思う人がやっぱみんなのいい人なのかなっていう感じがいたします。
特別ねお金をたくさん使ってとか特別派手になんかこう通い詰めてなんかしてあげなければいけないってことは全然ないですし、まあ、ご縁とタイミング、お互いに彼女と彼氏がいなければ、まあ、そういった結婚をして卒業していく方もいらっしゃるよっていう、今回はそういうお話でした。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。